こんにちは、こんばんは、ニッタです。ということで本日もピクミン4の続きから遊んでいきたいと思います。今回はオーナーの18階から。それではどうぞ。さあ、18階。まあ、ボスが20階だとして、さあ、18、19とダブルでヤバいの来そう。青ピクミンの増やせるやつがある。なんだここは。なんだここは。とりあえず青ピクミン増やそう。いるっぽいから。めっちゃ水目だね。え、またさ、氷ピクミンで、凍らせれないかな。おんちゃん凍らせて、敵ごと、凍らせる戦法、使えないかな、さっきみたいに。行くぞ。出ますか、何が出てくる。ちゃ。でもこれだよね。ですよね、ちゃん。あれね、待って、なんかこれどっかにいたな、どっかの階にいたぞ。また来た、ピクサーさん。また50匹はない、50匹はないな。うわー、相変わらずキモい。でもこれ普通にさ、激辛スプレーで普通通りちょっとお顔らへんにアタックさせていただければどうです。ゴー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 、ナイスナイス、ゴー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 、けけけけけ、ナイス、オッケー、オッケー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 、やはり激辛スプレーよ。一斉攻撃強い。あんまり青ピクミンにする意味もなかったかもしれない。待って、でもあそこにもあるな。え、どうする。結構似たさ、氷ピクミン強い推しだからさ。この状態でいいかもしれないな。青ピクミンも10体増やしたしね。いいんじゃない、この状態で。25、29、10、12、24。白ピクミンだけ不安だけど。まあ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 。行くぞ行くぞ行くぞ。入る。なんだなんだ。もう何かあるたびに驚いてしまう。ここ結構あれじゃない？穏やかなとこじゃない？あ、穏やかっぽいな。決戦前にちょっと休ませてくれるっぽい。ゴー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 。めっちゃ湧いてくる。すごいすごい、電飾揃ってるんだけど。ちょっと待って、感動。好きなピクミンに調整させてくれるらしい。もうちょっと掘ってもらって。ナイス。ちょっと激辛スプレーめっちゃ使いそう。で、ここから地上にも出れると。よいしょ。この辺、運んでもらって。え、どうする。白、氷、赤、黄、青。すごい。マジで何でも揃ってる。全部必要ってこと？もうさすがにそれはないよね。予想して、予想して持ってってくれみたいな感じ？あ、オッケーオッケー、開いた開いた。これも、運んでもらって。あ、コンプリート、ナイス！どうしようかな。持ってない子で調整するか。うわぁ。これ氷ピクミンも必要ってことだよね。いや、どうしようかな。とりあえず金色ピクミン、赤ピクミンはいない。で、白ピクミンも10体だから心配だけど、いやー、青ピクミン15体まずい。いける、いけるでしょう。
いろんな種類のピクミン連れてこう。テオピクミンと氷ピクミンは今の人数で行くと。オッケーオッケーオッケー。でも紫ピクミンがないってことは紫ピクミン大丈夫なのかな。とりあえず全員花咲かせて。オッケー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 。うわー、緊張するなー。行くかー、ラスト。ラストフロアでしょ、絶対。オーナーの20回、95%! ついにここまで来たぞ。やっぱそうだよね、ファイナルフロア。まあ、ここに、ルイさんとワンちゃんがいるはず。あれか。なんかさ、ミッションのさ、イラストに描かれたルイさんの後ろの、毛玉みたいなやつ、相当なんかやばそうだったけど、実物もなんかやばそうなんだけど。いたいたいた。ルイ、もう逃げられないぞ。おとなしくこっちへ来るんだ。てかてか。巨大な犬の居所を教えてくれ。オッチを治すのに細胞が必要なのだ。多分目の前のあれだよね。観念しろ。てんてんてん。てんてんてん。帰れ、クワ。目の開き具合がすごいんだよな、ルイさん。うわぁ。うわぁ。やばぁ。これ尻尾か、もしや。うわ、待って、怖いんだけど。やばぁ。これ本当にワンちゃん？オッチンとかモスの可愛さないんだけど。ちょっと待って。やばい、BGM かっこいい。うわ、突進したらまずいな。動きを止める。来るぞ。来ないで、お願い。来ないでください。いや、なんかちょっと痛い、腹パンっていうか、お腹。オッケー、ナイス。で、この状態で、15台。オッケー、ナイス。帰って。ちょっと待って、この状態でさ、ちょっと、激辛スプレーも使っちゃおう。おう！殴れ、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 殴れ。いや、早い。回復が早い。え？やばい、違う。あ、まずい。ちょっとまずい。それは普通にまずい。やっちゃった。手をかけ。ちょ。で、この後ろにいる。違う。これさ、岩選んでる。ちょっと待って。突進来る。あ、来た。来た。ナイス！オッケー。これさ、紫ピクミンの方がよくない？ちょっと5体分になるから。オッケー、行くぞ。ゴー。
まさかの第二形態あるんですか。ちょっと待って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 、でも多分同じように、うわ、ちょ雪玉、ちょ消えないんか、しかもブリザード、待って、ちょ毛玉も邪魔、ちょこれ雪玉じゃなくて毛玉だよね、ちょっと待って、毛玉が散ってる、うわー、待って、でも多分同じ感じだと思うんだよな、尻尾何かしたら尻尾下がるはず、下がらん、待て、帰ってきて、あ、ここじゃない、ほら、待て、紫ピクミ、ほら、紫ピクミ、ナイス、なるほど、ブリザード生えてる時だ、この状態でめちゃめちゃ逃げよう、この状態の時に行きたい、行ける、行けないんだよな、ちょっと待ってください、ちょ行きたい、行ける、ナイスナイス、ゴー、ちょっと難しい、で、この状態の時に、ウォー、行けー、ポコ、止まったい、これさ、上に乗ってるルイさん無事なの？あ、ちょっと待って、これだな、多分これだな、ナイス、ちょっと待って、ゴー、ナイス、ちょ、オッケー、黄色ピクミン、これ黄色ピクミンいないと絶対絶命だよ、こっちまで来ないでください、お願い、こっちまで来ないで、待て、まずいです、こっちんがまずいわ、これ終了得、まずい、こっちんがまたまずい、ここ場所がまずいな、ちょっと待って、場所が良くない、ちょっと待って、放電中に回復と、これニットも回復しないとまずいんじゃない、どれだ、あった、ナイス、
ッケーオッケー、次の放電でなんとかしよう。この毛玉やだな。毛玉の近くにさ追いやられたらもうすごくやだ。やめてくださいやめてください。来ないでー、来ないでー、来ないでー。いや、この突進じゃないな。いやでも結構見、まずい、分かりやすいのいいね。ナイス。あ、来た。このタイミングだけど無理ですあの中後ろにはいけないよ。キャ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 、これで、これで弾を壊せた。キャ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 、もう一回。ナイス。これいける？いけない。いける？これいけるのか、上向いてても。来た来た来た、ここだここだ。ゴー、ナイス。マジ、ゴー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 、ミスってしまった。あ、せっかくのチャンスが。ちょっと遠目から牽制しつつ、ドーン、来た、行くぞ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 。ナイス。じゃ、このタイミングで激辛スプレーを使う。で、ゴー。あともう一回、あともう一回。うわ、来たよ毛玉ニットのめちゃめちゃ嫌な毛玉来たよあ、まずい、まずい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 、帰ってきて帰ってきて帰ってきて。ナイスナイスナイス、オッケー、ナイス。こっち来ないでほしい、やめてやめて、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 やめて。これでだいぶ動きやすくなった。来るか、来ない。ここを破壊しちゃいたい。あ、まずい、まずい。ワンチャンセーブ、ナイス。ゴー、強い、ナイス。あー、落ち、ちょい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 待って待って待って、燃えた燃えた。うわー、待って、これもまた、ちょっと待って、赤ピクミンで壊すんじゃないですか。オッケー、へい。なるほど、待って、これってことは、あって、あそこのさ、並んでたやつじゃないですか。赤、青、黄、赤、青、黄、あとなんだ、白も並んでたな。氷はもう来たから、あと何、毒？毒と、今だ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 、ここだ。よいしょ、はめて、ゴー、ナイス。キョキョキョ、あのフレアみたいなやつの時だ。飛ばして、飛ばして、よいしょ。あ、まずい。え、でもいいね、後ろにさ波紋が広がらないの結構ありがたい。広がってるわ、ちょっと違う、違うところから波紋広がってる、ちょっと待って、もしや毛玉、毛玉からも波紋広がってない。今の毛玉も壊さんとな。あの毛玉燃やされると厄介ですよ。燃やされたくない。ただ入って、入って、ナイス。やばい、ちょっと待って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 、まずい、ちょっとちょっとあー、ピクミ
ナイス、オッケー。どう、違う、何、毒、毒っぽい、ちょっと本当に毒っぽい。え、飛んだんだけど。え、飛んだ、何する、何するの、なんか飛んできた、何何何何これ、何これ、白ピカミンでコーセル的な、ほんと、いや、ちょっと待って、でもカーソル合わさないぞ、なに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 、何もできないよ、待って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 、引きずり落とさんとな、引きずり落とせる、いやダメだ、尻尾を狙え、地面に下ろすんだ、下ろさないとだよね、すいません、あ、でも今のこのタイミングだな、尻尾下がってる、このタイミングでやるんだと思うんだけど、すごい、ナイス、すごい顔した状態で申し訳ないと、ゴン、いや、硬い硬い硬い、待って待って、またなんか変なの飛ばしてくるでしょ、絶対、本当にこんなワンちゃんから細胞を採取するんですか本当にオッチ治るんですか不安になってくるよ、オッチもこんなんなったら目も当てられん、ナイス、この状態でゴー、頑張れ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 、いいよいいよいいよ、うわあ、で降ってきて、これを避けながら疾風に向かうと、あれ、行っちゃった、疾風狙ってることに気づいてるでしょ、もうちょ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 、やめてくださいやめてください、いやいや、待て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 、お、ナイス、激辛スプレー、ナイス、お、頑張れ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 、ナイス、来た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 、次なんだ、勝った勝った、怖すぎるでしょ、このワンちゃん、え、ワンちゃん逃げちゃった、え、待って待って、細胞が欲しいです、ロイ、てんてんてん、ポテ、うん、よかった、無事のようだ、にゃらー、まったく人騒がせな人ですね、そうだ、あの巨大な犬はなんか奥行っちゃったね、逃げてしまったようです。これじゃあ、オッチを治す薬は、でもそこに打ってるのって、あの犬の首輪だよね。毛なんかがついてるだろうから、それで薬が作れると思うよ。あ、ほんと？この首輪で OK なの？ふう、ひとまず安心だな。では、首輪を回収してくれ。それから、ルイも保護しておこう。また逃げられても困るからな。確かに、また新たなワンちゃんを見つけて、敵になりかねん。首輪を回収して、あとはルイさんですね。さあ、ルイも入るんだ。ズル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 。入るんだ。スポン。来たー。ホコタテ運送社員ルイ。無口な新米ドライバー、トラブルメーカーという言葉を体現する人物で、食欲に抗うことができない、超ド級の食いしん坊。結構、細身の体してるのにすごいな。羨ましい。何をするかわかりませんから、後で縛っておきましょう。いい判断だと思うよ。よし、首輪もルイも回収できたことだ。洞窟を出て帰還してくれ。薬の元を手に入れた。首輪に巨大な犬の毛がついてたから、これでオッチンの薬が作れるよ。
ついでに新横も作れるかな、うふふ。何を作る気だ。いやー、ここすごかったね、マジで。全部の回がなかなかに厳しかった。ワンちゃんも大難形態まで行くと思わんかったよ。来たー、調査もコンプリート。もうここには来たくない。もうここには来たくない。今日の探索を終了してレスキューキャンプに戻りますか。戻りましょう。おかえりなさい、ニッタさん、オッチン。よくやった、見事だったぞ。ご苦労様だよ。毛を採取するから首輪持っていくね。あ、こいつ盗んだジュースあと2つしか持ってないじゃない。あ、それは治療薬を作るのに使うからね。そう、仕方ないわね。スパニエルさんもなかなかに職に職への恨みが強め。早速薬作りですね。パピオンさん、お願いいたします。朝までには完成させるからね。あ、ルイさんにはお話があるので二人きりにしてもらっていいかしら。ええ、縛ったままで大丈夫よ。手荒なことはせず、あくまで平和的に頼むぞ。ちょっと精神攻撃すごそう、スパニエルさん。ということで、本日も無事終了になります。さあ、オッチン、今直してやるからな。それじゃあ薬を使ってみるよ。治った。ふわふわの尻尾だ。待って、最近ずっとさ、葉っぱの尻尾しか見てなかったからさ、オッチの尻尾こんなだったっけってなってる。よかった、これでオッチを連れて帰れる。じゃあ次はモスですね。え、モスも。え、それがモスには効果がないみたいなんだ。なんで？この子の葉っぱは生まれつきみたいだから薬が効かないのかも。あ、なるほどね。生まれつきなんだ。そんな。え、置いていかないといかないの？いや、いいんだよ、コリーくん。オリマさん。もともとこの星で育った子だ。我々の都合で振り回すのは申し訳ない。ここにいるのがモスの本来あるべき姿なのだ。まあ確かに。本当にいいのね。きっとモスもそう思っているだろう。うわー、ここでお別れか。お互い帰るべきところがあるということだ。さあ我々も帰ろうではないか。総員、帰還準備につけ。はい、コピー。さあ無事にオッチンを治療した。君たちのおかげでオッチンの尻尾が治ったぞ。これで一緒に帰ることができるな。ああ、本当によかった。進路クリア、航路の安全を確認しました。全員離陸準備完了しました。あ、ついにこの星から脱出の時が。メインエンジン正常。オーライ、いつでも発進できます。まだ救助できてない人がいるのが心残りだね。一旦帰還して体勢を整えるためだ。後ろ髪引かれる思いがするが出発しよう。確かにまだまだいるからな。シェパード号は発進。はい、コピーです。あ、モスとかピクミン、ピクミンたちをまた会おう。あ、ウニオンたちもついてきてる。いや、ついてきてない。え、待って、かわいい。そしてまだ見ぬ紫オニオンと白オニオンが、こんなところにいるなんて。あ、待って待って、羽ピクミンが赤ピクミン、釣れてる。かわいい。
ちょっと別れは寂しいけど、かわいい。いいね、モスがちゃんと連れてってくれてる。あ、え、あのワンちゃん、え、もしかしてモスの仲間に。あ、いいねいいね、ちょっと感動してしまってる。こうして私はレスキュー隊の活躍によって無事に帰還できたのであった。大丈夫か、今回は帰れるか。しようしようか。ということで無事にクリアです。ということで、ちょっと見ようよ、救助した人の人数。やばい、あと15人も残ってるらしい。いや、すごい、プレイ時間も22時間もやってたんだ。待って待って待って、ピクミンの死んだ数384って。待って、半分、待って、半分ぐらい。とんでもないな。やってしまってるな。わあ。いいね。でもみんな、全ピクミン見つけられてよかったよ。なかなかに、なんだろう、全部、調査率上げてから次のところにじゃなくて、行けるようになったら次のところに行っちゃってたから、結構ね、羽ピクミン、紫ピクミン、白ピクミンの出会いが結構遅かったんだよね。ゲームを再開すると続きを遊ぶことができます。ということで、皆様、ここまで見てくださってありがとうございました。結構ピクミンの動画も20何パートと結構長丁場な実況になったのですが、ここまで見てくださって本当にありがとうございました。この後も、ちょっとね、ピクミンいろいろと触っていきたいなと思いますので、ぜひぜひまた次の動画でもお会いできたらなと思います。そして、いつものことになりますが、ぜひチャンネル登録、高評価、あとはコメントなどもいただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。